米寿お祝い中村達恵様、あなたは多年にわたり社会の発展に貢献され、今日の長寿を迎えられました。心からお祝い申し上げます。これからも健康に一層留意され、お元気で過ごされますようお祈りいたします。平成26年9月4日福岡市長高島さん、おめでとうございます。米寿お祝い山内正一様、あなたは多年にわたり社会の発展に貢献され、今日の長寿を迎えられました。心からお祝い申し上げます。これからも健康に一層留意され、お元気で過ごされますようお祈りいたします。平成26年9月4日福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。こんにちは、福岡市長の高島総一郎でございます。今日は大変ご多忙中にもかかわらず、このようにたくさんの皆様にお集まりいただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思っています。第52回福岡市高齢者保健福祉大会がこのように盛大に開催されますことを大変嬉しく思う次第でございます。また、今皆さんと共に国歌斉唱をしたわけでございます。私は、市長という仕事をしておりますので、いろいろな場所に行ってこの国歌斉唱をしているわけでございますが、実はこの高齢者保健福祉大会が一番大きな声で、声が出ていたということで、本当に皆さんが大変元気で素晴らしいなというふうに感じた次第でございます。さて、私はプロモーションということで、東京はもちろんですけれども、国内外、海外も含めていろんなところに行って福岡を PR をしているわけでございます。どういう PR をするかというと、福岡というのは日本で一番元気な街ですよ、そして一番暮らしやすい街なんですよ、こういうことを PR するわけですね。で、これは決して私だけが言っているわけではなくて、実は今年度の市政に関する意識調査の結果が、これ最近出たわけですけれども、福岡は住みやすいというふうに考える市民の皆様の割合、これがですね、2年連続 95% を超えるということになりました。これはもう本当に福岡市としては大変誇りに思うわけでございますし、多分全国で同じような意識調査をしてもここまでの数字が出る地域というのはもうなかなかないわけでございます。で、これは市民の皆様だけではない、国内だけではない、イギリスにですね、モノクルという雑誌があります。モノクルという雑誌がありますね。で、この中で世界で最も住みやすい都市で、そのランキングがあるわけでございますけれども、この最新の今年の福岡市はランクインしてるんですが、何位かご存知でしょうか。なんとなく新聞とかに書いたので聞いたことがありますかね。福岡市は世界の中で第10位ということになりました。これは世界の都市とも山の上にありますから、ヨーロッパもアメリカもアジアもいろんな国にありますから、その中で暮らしやすいというのは単純に高いビルがいっぱいありますよっていうことだけじゃないんですね。やっぱり福岡っていうのは海や山がすぐ近くにあって、また交通もやっぱり空港がすごい近くにあるとか、JR もそれから空港と港っていうのが全部 2.5 キロ圏内にすごい集まったところにあるんですね。こんな都市って世界的にも珍しいんです。だからこういう中で福岡は世界第10位に選ばれることができたわけでございます。またご承知の通り、日本全体でですね、196箇所の応募がなった国家戦略トップ、6地域しか選ばれないわけですが、福岡市がまさにこの国家戦略トップに選ばれるということで、先日は安倍総理にも福岡にお越しいただくということにもなったわけでございます。このように福岡市が大変国内外から評価をいただいて、そして魅力ある都市に今このように
成長できていますのも、まさにこれまでの福岡市を作ってこられた皆様方の本当にお力の賜物だというふうにも思っております。もちろんここにいらっしゃらない先人の福岡を基盤を作ってくださった皆様のそういった蓄積というものがあって、今の福岡のこの輝きというものがあるというふうに考えております。このように福岡が大変評価を受けているわけでございますが、一方でこれからもそのような街であり続けたいと思うわけですし、さらに暮らしやすい街になっていく必要があると思います。福岡市は15歳から29歳というですね、高齢者福祉大会で逆に若い層、この割合というのが政令市で一番多いのが福岡市なんですね。学生の割合も京都に次いで2番目となっております。でこういった非常に若いことがある意味特徴的でもある福岡市ですが、あと10年経ちますと実は4人に1人が高齢者というんですね。高齢化になるそのスピード感は実はこれまでは遅かったんですが、ここから一気に高齢化してくるというのも福岡市のもう一つの側面でもあるわけなんですね。でこうしたことがですから、これからも市政にとって大変重要な課題になってくるというふうに思います。日頃から地域を大変くまなく活動していただいている民生委員の児童委員の皆様、それから社会福祉協議会の皆様方、こうした地域での見守り活動などに熱心に取り組んでいただいている皆様方の活動、そうしたことをこれからもしっかりと支援をして、そして見守りの体制というものをより何層にも重層的に作っていくということが、これが大変大事になってくるというふうに考えております。でそうした中で去年のこの大会の時にお話をした、ことを覚えてますでしょうか。見守りダイヤルというですね、ダイヤル、私が今日も配っています。このペーパーですね、配っていることを、知らずにですね、ここで皆さんの携帯番号を登録していただいたら実は中に入ってたっていう見守りダイヤル、去年はまだ知らない方も多かったんですが、今年も聞いてみたいと思います。福岡市の見守りダイヤルというものを知っている方、ありがとうございます。素晴らしい、非常に認知が広がってきたということを嬉しく思っております。これは今日皆様にお配りしている資料の中にこの見守りダイヤルの紙が入っております。後でご覧いただいて、ぜひ携帯電話を持っている方はこちら登録いただきたいんですが、こうやって見守りをするとき、民生委員、児童委員の皆さん、社会福祉協議会の皆さん、地域の自治会の皆さんだけにお願いするんじゃなくて、市民みんなでこの街を守っていこうということでご協力お願いしたいというものです。例えばいつもだったらそんなことはないのに、今日は洗濯物が干しっぱなしになっているなとか、どうして今日はこんなに昼過ぎても電気がつきっぱなしになっているんだろうとか、何か皆さんが普段の日常の生活の中でご近所さんのおかしいなって思うことがあったときに、ここに書いてあるこの見守りダイヤル一本電話をしていただければ、もうそれでいいんです。そうやってみんなで見守っていくということで、助け合いができるわけですね。ちなみにこの見守りダイヤルですが、1年間で126件の通報をいただきまして、でもちろん何もなかったこともあったんですが、実は9名の方の尊い命を救うことができました。1年間で9件ですよ。で9名の方というのは、つまり家の中で1人で倒れていて自力で外に通報できない状況になっていた、それをこのダイヤルによって駆けつけたことによって救助することができたということなんですね。これから、人口のピラミッドというのは逆ピラミッドになるわけですね。もちろん高齢者に手厚く大事ですけれども、あまりこうしすぎると倒れてしまうわけですね。ですからやっぱり支える側と支えられる側、支えられるうちはみんなでこの社会を支えていくということがこれから大事になってくるというふうに思っております。もう一つがですね、孤立死とともに全国的に問題になっていますのが徘徊でございます。今年うちの祖母もですね、ちょうど100歳で亡くなったわけですけれども、徘徊をこの福岡市内にしてしまったわけですね。地域の方に大変助けていただいたわけでございます。でもこの福岡という土地の特性はですね、非常に特徴がある。それは転勤がとても多いということなんですね。
5年前と今とで住民票が同じ市民の方はいてどれぐらいいらっしゃるか、私が出前講座で言ったところで失礼いたしませんけれども、5年前と今とで住民票が同じ方、これが 58% なんですね。つまり 40% 強の方はここ5年以内に引っ越してきた方という、実はこういう特徴があるわけです。そうした場合はまだまだ地域に知り合いの方も少ない、またご高齢になって引っ越されてきた方というのは特にもうなかなか外に出歩いて友達を作る機会も少ないという中で、このおばあちゃんがどこのおばあちゃんなのかわからないという方がやっぱり地域の中でも出てくるわけですね。そこで作ったのが大会高齢者探してメールというものです。大会高齢者探してメール、分かりやすい名前です。どんなことをするのか、そのまんまなんです。もしご家族などで大会をしてしまったら事前に登録をしておいて、そういううちの母さんが徘徊してしまったってなった時は福岡市内の協力者の皆さんに一斉にメールが行く、しかも顔写真まで事前に登録していただくので顔写真まで行くわけですね。だからこれが早期発見につながるのではないかという取り組みです。でこちらの方も去年の12月から始めているんですが、現在このサポーターの方が3253名のサポーターに広がりました。また658の民間の事業者の方にもこれご協力いただけるということでサポーターになっていただきました。これまで配信をした12名の方すべての無事な発見につながっているわけでございます。大会の場合意外と遠くまで例えば電車とかバスとか行ってしまうということも、考えられるわけでございますし、サポーターの方が増えれば増えるほどこれは安全安心につながってきますので、こちらの方もですね、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。またまたさらに来年の4月から現在の地域、包括支援センター、つまり生き生きセンター福岡ですね、これ生き生きセンター福岡利用されたことあるという方は手を挙げていただいてよろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。これ今年からで、新年度から新たに18箇所増やして57箇所に拡充をいたします。ですからおよそ中学校単位で全てあるというようなことになるわけですね。でさらに土曜日もご相談ができるようにオープンできるようになりますので、これは大変利便性が高まるんじゃないかと思います。こういったセンターが遠くて相談しにくいとか、もしくは土日になかなか空いてないので相談しにくいという方はですね、そういったことを実は先日も民生委員児童委員の皆さんと意見交換をした時に大変こうしたお言葉出てきておりましたので、ぜひ、ご活用いただいて、介護予防とか地域のこと、またその、健康づくりのこと、いろんなことの相談に応じていただけますのでご利用いただければというふうに思います。さて福岡市は、大変今元気な町というふうに言われています。第三次産業、つまりサービス業の方が実は9割もいるっていうのが福岡市なんですね。とても産業構造がはっきりしているわけです。だからこそサービス業が多いということは、人をたくさん福岡に呼んでくれば福岡という町は儲かる町なんです。だから福岡っていうのはいろんなイベントを開催したりとか、人がたくさん来ていただけるような施策を展開しているんですが、その結果、昨年度の福岡市の市政収入、これ決算の見込みがですね、1761億円、これは福岡市が始まって過去最高の実は市政になったわけでございます。で、この平成22年と比較しますと、伸び率が 4% になったんですね。4% 伸び、これは全国の政令市でもナンバーワンということになったわけでございます。で、こうやって福岡が成長するということは、じゃあ高齢者の皆さんにとってはどういう影響があるのかということです。もちろんこれから先ほど話したように4人に1人が高齢者という時代になっているわけですね。たくさん福祉に関してもこれからお金がたくさん必要になってきます。いろんな全国の優れた施策をしているところを福岡もどんどん取り入れたいということもいろいろあるわけです。でもいろんな事業をしていくためにお金が必要です。そのお金をどこから生み出していくか、まさに福岡の経済活動が豊かになって、そして福岡に入ってくる税収が増えてくる、そうして豊かになったお金で福祉に回していくということですね。
例えば今年なんていうのはノンステップバス、これを一気に、拡充をですね、90台以上ということで台数を増やしたりとか、それから、まあ、子どもたちですけれども、議会の皆様のご協力もいただきながら小中学校の全ての教室にエアコンをつけるという暮らしの質がどんどん豊かになっていけるような投資につながっていけるわけですね。こうした都市が成長すること、そしてその富でもって皆さんの暮らしの質を上げていくこと、このいい循環をこれからも、今日いらっしゃいます市議会議員の先生方と一緒になって作っていきたいというふうに考えております。最後になりますけれども、今日の大会の開催に向けて大変ご尽力をいただきました竹野内会長をはじめ、福岡市老人クラブ連合会の皆様、そして関係の皆様に感謝を申し上げつつ、今日ご参加の皆様の今後ますますのご健勝と、そしてご健康を祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。